佐藤美術館は東京都新宿区大京町にある美術館、公益財団法人佐藤国際文化育英財団が運営している。現在の公益財団法人の前身となった財団法人佐藤国際文化育英財団は1990年3月に第一不動産グループ創業者佐藤幸男によって美術館の運営とともに 国内外の美術専攻学生への小学援助や美術を通じた国際交流への貢献を目的に掲げて設立された。1990年4月から9月まで大阪府の鶴見緑地で開催された国際下と緑の博覧会の際に第一不動産グループが出展した花と緑日本画美術館に展示された花と 緑をテーマとして制作外食された日本画作品の寄贈を受ける形で佐藤美術館が開設された。当初は新宿区西新宿3-2-2に所在していたが2002年には現在地で再開館した。コレクションの中核となっている花と緑、日本画美術館から引き継いだ作品は50点で高山達夫、上村翔子、小倉幸良の作品が含まれている。 美術学生の奨学という趣旨から学生や若手作家の個展、グループ展、卒業制作展、研究発表展などに展示室を提供しているほか、奨学金を受給した学生のグループ展を開催している。ありがとうございます。